前でさを消す。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、母の日も近いということで、カーネーションでレアの白いカーネーションを咲かせていきたいと思います。ってことで、まずね、私花の交配自体を一回もやったことないんやけど、いや、こんだけね、花だらけの村で一回も交配をやったことがないほんとなんかね、花を増やすコツを教えてくださいとかいろいろと聞かれたりとかするんだけど、ね、ほんと何もやってないんやな。私綺麗な村条例にして、どうしよう、家の近くで増やそっか。綺麗な村条例にして、まあね、ちょこちょこっと花を植えておけば住民が勝手に育てていってくれるっていう、それだけなんよね、本当に。ちょっと待って、とりあえず、どうしよう。ちょいと待ってね、この辺で増やしていこうと思うんだけど、てかまず私カーネーションが植えられることも知らんかったんよね。もう全く知らんかったんやけど、とりあえず赤とピンクのカーネーションを植えて、え、これカーネーションよね。カーネーションよね。なんかバラとの差があんまりわからんくない？え、私だけかな。私だけなんかな。なんかね、バラとの差があんまりわからんねえけど、そういうもんなんか。で、一応、こう二つの違う、ん？二つの同じ種類の花を植えて、で、その近くに肥料を植えると、必ず一本は交配して咲いてくれるっていうのを聞いたので、え、この辺に植えたらいいってこと？ほんとね、ほんと私一回も、もう2、3年飛び盛りやってきて一回も花の交配をやったことがないから、全くわからないんだけど、これで咲く？誰によるかわからんけど、こっち側にも赤植えといたら両方咲いたりとかするかな。いや、一本だけなんかな。これは？その肥料を植えた場所に咲くの？それとも一箇所開けといた方がいいんかな。もうとりあえずこれにしとこっか、じゃあ。じゃあこれで、まあ、日付がどんどん経っていったら、まあ、花が育つってことよね。白いカーネーションが生えてくるまで頑張ろう。はい、ってことで、めっちゃ雨降りよる。めっちゃ雨降り。え、何にも生えてないやん。待って、何にも生えてないんだけど。あれじゃダメなの？え、必ず一本生えるんじゃなかったっけ？交配したやつが。どこにも生えてないよ。え、どこにも生えてないよ。ちょ、待って、もうちょっとなんか、周りの花を減らした方がいいとかそういうやつですか？え、ちょっと私にはよくわからないんだけど。ちょ、待って。え、まああれよね。別に、自然交配とかもできるけん、ほっといても、できるときはできるんやろうけど、ちょ、この周辺ちょっと開けといてみようか。もしかしたら花が咲くべき場所が開いてなかったのかもしれない。そういうことじゃねえよって思われるかもしれんけど。とりあえず周りを開けておいて、肥料はね、まだ結構家にあるけん。風植えていきますか。よいしょ。なんで咲かんかったんやろ。本当にめっちゃ謎なんだけど。はい、ってことで、また肥料を植えました。よし。もしかしてあれかな？別に一日で咲くわけではないとかそういう感じ？何日か経ったら咲くみたいな。え、全然、待って、全然違う花が咲いてきとるけど。これあれじゃない？コスモスじゃない？待って、何の花やっけこれ？ガーベラ？いや、コスモスだ。なんなんちょっと。なぜ？全然咲かないんだけど。そういうもの？そういうものなの？まあ、そんなに簡単に咲いたら苦労はしないのか。ちょっと待って、こっち側にももう一個植えといたら、さらに可能性が広がるのでは。
で、またこの周りもちょっと通り去っていこうか。よいしょ。はい、こんな感じでちょっと別の場所にまた花たちを移動させていきます。いいね、ほんとなんかもうどこも足の踏ん場もないぐらい、埴輪が発生する場所もないぐらい花だらけに。はい、ってことでまた、あ、そっか、もう一回、あー、カーネーションを散らせてしまった。なんてこった。あー、せっかくの植えた意味。ちょ、待って、どの辺にやったらいいの。私がなんか肥料を、え、怖い。ちょっとカーネーションの上からやっていこう。こっち、はい、はい、肥料を植えます。1個じゃ足りんとかそういうことじゃないよね。はい、さあ、どうや咲いたか。どやどや、待って、クローバー咲いたんだけどクローバーが咲いたんだけど、もしかしてあれかな、このえちょっと待って、とりあえずこっち側の花を取り去って、じゃ真ん中に植えてみよう。真ん中じゃないともしかしたらダメとか、そういう端っこじゃダメみたいな、まあ、ダメってことはないかもしれんけど、育ちにくいみたいながあるかもしれないということなので、ちょ、移動させよう。この端っこじゃなくってさ、この辺とかに、なんか周りにもしかしたらマスが空いてないといかんとか、そういうことがあるかもしれない。そっちじゃない、そっちじゃなくて、なんかさ、だって木だってそうやん。木はなんか周りちゃんとマスが空いて、あー違う周りにマスが空いてないといかんみたいな木の時はあったやん。だけん、そういう感じなんかもしれない。なんで斜めに行くん。ちょっとここ。よし、オッケー。さあ、これで、ああ、前でさを消す。はい。そっちじゃない。ちょ、待って、そっちじゃない。はい。よし。これで、ちょ、待って、このクローバー抜いて、どうしよう、この斜めのところのやつもとりあえず取り払っといた方がいいかな。こういう感じで、まあ、周りをきれいに花をどかしまして、これでいけるかしら。で、肥料は一応すぐ隣、まあ横とかに植えておくといいらしいから合ってると思うんだけども。さあ、これで様子を見よう。え、水をやる必要はないよね。え、水やる必要ある、もしかして。わからん。じゃ、その辺、水いるのか、もしや。ちょ、待って、じょうろ持ってこよう。ほい、ということで、じょうろを持ってきました。ふぅ、もうなんか花とか全然育ててなさすぎてさ、じょうろがどこにあるんかもわからんかったわ。これでいいんかな。よし、これで様子を見よう。さあ、肥料も植えて、じょうろで水もやった。どうだ？おー、増えてる増えてる、カーネーション増えてる。よかった、水やりが必要なのか。なるほどなるほど、こういう風に増やしていくのね。オッケーってことで、ちょっとさらに増やしていこう。私はね、白いカーネーションが手に入れたいんだけど、めちゃくちゃ低確率らしくって、なんならちょっと青バラ以上に難しいんじゃないかぐらいにね、言われてるらしいんだけど、どうかな。でもまあ確率が低いって言っても、その低確率に当たる可能性もあるし、まあね、咲くときは咲く
はい、ということでどんどん増やしていこう。さあ、これでコツもつかめたことやし、コツっていうかやり方も分かったことやし、多分1日に1本ずつはちゃんと増えていきよるはず。はい、増えたー。今度は赤いカーネーションが増えたわけやね。なるほど、なるほど。これはどこに肥料を埋めるとかそういうのは関係してくるもんなんやろうか。まあ、関係ないんかな。今日はあれかな。雨が降りよる。え、でも、雨降った日も、全然次の日、ちゃんと生えてこんかったけど、あれは一体、雨降ってても上路で一応やった方がいいの？謎なんだけど。まあ、とりあえずやっておくか。あ、やっぱりあれなんやね。雨降っとっても、この他の花たちは全然濡れてないけど、じょうろでやるとちゃんとなんかピカピカ光り出すんやね。雨降っとっても関係ないってことかな。でもこの絵面的にはね、雨降ってる中じょうろでやりよるってめっちゃアホっぽいけどね。さて、どうかな、どうかな。今回は？あー、また赤か。赤が増えてるね。あ、なんか隣同士に並んだらバラとカーネーションもまあ違うっていうのがわかるけど、でもなんか、でも、色の深みが違うだけなような感じが。あ、ちょっと一回りぐらい大きさも違うんかな。さあ、頑張ってせっせと植えていきますか。肥料を。よいしょー。ピンクなかなか増えんね。なんか赤ばっかり増えていきよる気がするんですけども。あ、ちょっと待って。ほ。あ、そっか。スコップにしとかんかったら埋めれ。は？違う。向く方向か。は。これで肥料を埋めまーす。これは肥料の周りの花だけにやればいいんかな。なんかあれよね。こう花の数が増えていけば増えていくほどめっちゃ水やるの大変ならん。まあでもみんなこの作業を頑張りよるってことよね。すげえな。私がめんどくさがりすぎて全く真似ができない。ちゃんと全部できた？これできてたわ。できてたわ。ああ、どうもペリオさん。ああ、よかったよ、エナさん。実はスムさん宛ての手紙がたくさん溜まって郵便局が大混乱してるんだ。手紙を整理してポストを開けておいてって伝えてくれないかな。このままじゃ手紙を届けたくても届けられないからね。それじゃあよろしく。何をやってんだスムは。はい、ということで、あ、今回はピンクが増えたっぽいね。やっぱり白は咲きづらいんかな。なるほど、なるほど。みんなはさ、青バラを育てるとき、青バラを増やすとき、どれぐらいかかっとんやろ。よいしょー。まあ、私なんかまだまだ序の口なんやろうな。それぐらいで長いとか言っても、そんな簡単にできるわけないでしょって感じかもしれんけど。さあ、今日もせっせと。花に水をやっていきましょう。まあでもね、まあ白いカーネーションを咲かせたいけど、とりあえずなんかカーネーションがめっちゃ増えていけるだけでもちょっと嬉しいんやけど。え、いいね、いいね。まあ、今までだって3本しかなかったけんさ、最初。その母の日にもらう赤いカーネーションと、父の日にもらうピンクのカーネーション。その2本しかな、2本じゃない、3本しかなかったけん。まあなんか、こうやって増えていくんやってのはすごい楽しいね。さあ、できただろうか。これはさらに赤が増えたということか。そういうことっぽいな。ん？てかあれかな？もしかして、赤とピンクで白ができるって思っとったんやけど、違う？なんかね、いろんな、なんか何種類かね、こう説があったんやけど、
ピンクピンクでの白かな。ちょ、待って。じゃ、とりあえず、このピン、間違えた。ここにちょっとピンクを固めて、固めて、え？で、こう固めてどうすればいいんやろ。この辺に植えればいいんかな。とりあえず、いいよ。ここに肥料を植えます。すると、きっと、あ、これで、あれか、交配したい花だけに水をやればいいってことか？ということは、このピンクだけに花じゃない、水をやっていくと、ピンクピンクを交配させたということになるんかな。じゃあこれで様子を見てみよう。さあこれで咲いたんじゃないか。ピンクピンク、どや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 。ん？これ、え、これじゃない、え、これ、え、合ってる、合ってます、これじゃない。もう一回言うけど。え？だってほら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 、バラと違うよ。咲いた、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 絶対咲いた。ちょっと待って。はい。名前を確認。はい、来た！白いカーネーション！やったね。え、ピンクピンクなんや。なるほどね。なんか、赤とピンクっていうのも聞いたんやけど、とりあえず、やってみたら、赤とピンクでは、まあ、ピンクが増えたり、赤が増えたり、でしよったけど、ピンクピンクで白いカーネーションが咲くみたいです。ふう、やった、ちゃんと咲いた、やったね。こんな感じでね、もうすぐ母の日やけん、みんなもちょっとこうやってカーネーションを増やしていってみたらどうだろうかとね。母の日になぜ母からカーネーションが送られてくるんだっていう感じやけど白いカーネーションって現実にあるんかな。ちょっと、あ、あるか。見たことあるようなないような。こんな感じで、白いカーネーションは、ピンクとピンクの交配でできます。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか初めて花の交配とかやったけど、あれやね、自然に増えていくのもいいけど、自分で増やして、ね、自分の好きな色をどんどん作っていくっていうのも楽しいね、やっぱり。